はい、皆さんこんにちは。ミノチャンネルミノアです。今ベントレーの車の中にいますが、もう実は言うとですね、到着しちゃったんですね、目的地へ。今日ベントレーで来た理由はですね、なんとカーラッピングをしようと思ってきました。皆さんカーラッピングってわかります？昔はね、イタシャって言ってね、なんかアニメキャラとかさ、車に貼ったりとかさ、イタシャってわかる？イタリアの車じゃないよ。はい、痛い車ね。ああいう車のラッピングをするのが、まあ、ラッピング会社だったのが、今はね、高級車にどうやら貼ってるらしいんですよ、ラッピングを。で、その目的としては、一つは、色を変えてしまうとか、車体の色を塗んなくて済むわけですよ。もうラッピングで貼ってしまえば、色をパッと変えられる。あともう一つは、保護。なんか飛び石とか、そういう、まあ、ぶつかった時はへこむから無理なんでしょうけど、ちょっとの擦り傷とかっていうのの保護のために貼るっていうような話を聞きました、ね。で、ラッピングやって俺行ったことなかったんで、ちょっと行ってみようかなと思ってですね、今回はですね、ここ今246です。東京の方は知って分かりますね。東京246、今向こうはニコタマ、こっち渋谷もう大体わかる。目の前カンパチ、もうわかりましたね。それがですね、ちょっと見えるここにお店があるわけですよ。なんとですね、もうウィンドウ越しに高級車が並んでたんで、行ってみましょう。ほら、もうちょっとフェラーリ見えますよ。こっちベントレーで、またフェラーリで、なんかピカピカ光ってんだけど、これがラップを貼ってる状態なのか、それともこれから貼るのかわかんないんで、ちょっと見に行きましょう。こんにちは、お待ちしておりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。社長の池原さんです。はい、もう実際と一回お会いしてるんですけど、ここは洋画のお店なんですけど、ここは本店じゃないんですよね。そうですね、本社は川崎の方にあるんですが、はい、でもここすごい分かりやすいでしょ、ね、ということで、すごいですね、これいっぱいある、なんかすごい、何あの色何あの車あれ何ですか。あれは左ですよね。あれゴールドポイント、あれは、はい、ランボルギーニのウラカンです。 STO っていう車。ウラカン、 STO、はい、一番新しいウラカン。よく分かんない。こういう車がいつも常時ここには入ってるんですね。そうですね、入ってるんですね、はい。申し訳ないんですけど、私の車を持ってきたんですが、はい、置いといて大丈夫ですか？もちろんです。はい、中にいるんで、すげえ心配。はい、すぐ中に入れさせていただきます。そうですか、はい。じゃあちょっと詳しく。かしこまりました。お願いします。お願いします。お願いします。はい。はい、ということで、車がすごいのがいっぱい入ってるんですけども、お店の名前、これ CARO。はい。ハロー。カーロと一応読みます。カー、はい、カーって車のカー。あ、ですね、CAR。あ、違うんだ。違うんですよ、はい。イタリア語なんですけど、CARO でカーロと読みます。カーロ。はい、で、意味は？まあ、なんかその、大切なとか、愛おしいとか、まあ、そういう意味がある言葉なんですけど。なるほど、イタリア語ですって、はい、そういうことなんですよ。でも、なんか、知らない人にとっても、カーだから、車のなんか、仕事かなって思います。あ、そうですね。そうですね。はいはい、なるほど。ということで、ちょっと詳しくお伺いしたいんですが、はい、はい、もう一度、すいません、ラッピングとか、はい、フィルムっていろいろあって、私もとにかく、まあ、昔のイタシャですよね、やっぱりね、はい、なんかアニメキャラみたいなのを買って、はい、走ってる車はよくしたんですが、こんなに高級車が入ってると思わなかったんですよ。あ、そうですよね。はい、今のちょっと情勢といいますか、はい、どういう仕事なのかっていうのを説明いただいていいですか？はい、わかりました。はい、弊社はですね、はい、まあ、ここ世田谷のお店なんですけど、まず2つの商材がありまして、はい、ペイントプロテクションフィルムというものをまず取り扱っております。はい、でこれは、お車を保護するための無色透明の保護フィルムです。はい、はい、なので、まあ、皆さん携帯電話、iPhone とかを新しく買われると、うん、一番最初に画面にシール貼ると思うんですけど、あれと同じイメージです。なるほど、なるほど。それの車版だと思っていただければ。なるほど。はい。はい、ただ、ものすごく高価な、フィルムなので、うん、基本的には、数千万円する高級車っていうところが、まあ、メインのターゲットとしてお越しいただいているという形です。はい。はい、で、もう一種類は。もう一つは、はい、ラッピングっていう手法になるんですけれども、はいはい、
これはまたあのフィルムなんですけどちょっと違う材質のもので、うん、色を変えるためのフィルムですね。よくありますね、なんかマットの色にするやつ。そうです、そうです、よく見ますよね、はい、そうですね、それですね、そうです、そうです、はいはい、あのマットブラックだったりとか、うん、あの単純に白い車を赤くしたりとかですね、うんうん、昔だったらあの板金塗装屋さんでペイントして、うん、あの色を変えるっていうのが主流だったと思うんですけれども、はい、あの新しい何千万もする車をですね、うん、ペイントしちゃうと車の価値がすごく下がるんですね、うんうんうん、でそうならないように、うん、我々は分かりやすく言うとですね、うん、シールを貼って色を変えると、うん、でそのフィルムはですねあの後から剥がすことができますので、うんあのまあ、最初にお金はかかるんですけれども、うん、車の価値を、うん、損なわないようにすることができます、うん、なるほど、はい、なので今は新しいお車では、はいまあ、ほとんどの方がフィルムで色を変えているというのが実情だと思いますね、うん、なるほど、はい、今じゃあちょっとバッとね、はい、こちらを見てあの皆さんごめんなさいね後でお見せしますけど、はい、裏側にちょっと今作業している場所があるんですが高級車がダーッと並んでるこれは今見た限りではどちらかというと、はい、あのプロテクションの方じゃないかなって見えます。あ、そうです、そうです、あのおっしゃる通りです、はい一応まあ看板にはどっちも書いてあるんですけど、はい、あの世田谷店に関しては基本的にプロテクションの拠点になってます、はい、あ、そういうことですか、はい、そうです、あ、なるほど。で川崎の方で、はい同じぐらいの広さの店舗があるんですけど、はい、そこがラッピングのメインで分けてるんです、分けてます、はい、そういうことですか、なるほど、そういうことなんですね。ってことはそのフィルムはものすごい高価だということは、はいまあ、スーパーカーしか置いてないような状態なんですけど、そうですね、どんなお客さんがやっぱ多いんですかね。まあ、基本的にはその、まあ、企業の社長様であったりとか、はいまあ、富裕層の方ですね、はいがほとんどというか、まあ、そういう方しかいらっしゃらない、まあ、まあ高級車持ってればね、そうですね、昔はだけどあの高級車持っててフェラーリがアパート暮らしでも買うぞみたいな人いたんですけど、あー、なるほど、最近いないですか。いらっしゃるとは思うんですけど、ちょっとお目にかかったことはないです。やっぱりこういうところには来ないわけですね、そういう方はね。そうですね。車を買うこと以上に、はい、多分フィルムを貼るってちょっとハードルが高いんですよ。なるほど。はい、っていうことは、金額的には相当。そうですね、まあ、もちろん車本体よりかは安いんですけれども、はい、車は買ってそこに資産性があるじゃないですか、はい、なのでリセールバリューっていう考え方もありますし、はいはい、なんですけれどもフィルムを貼るっていうのは、まあ、それをきれいにキープするためのお金なので、はいはい、そこにフィルム内に資産性っていうのはそんなにないんですよね、うん、なので、まあ、単に消費活動になってしまうので、うん、そこにこう何百万ってなってくると、うん、まあ、ちょっと何百万何百万って言ったぞ。ちなみに、はい、まあ、普通のフェラーリぐらいはですね、はいはい、1台全部でちょっと保護フィルム的に貼ったとしたら、はいはい、おいくらぐらいの、まあ、車種にはよるんですけど、はい、大体200万前後200万前後から、まあ、高い車だと、まあ、まあまあまあ、はいはい、高い車で300万ぐらいまでですかね。なるほど、はい、予想は入んないですね。違う。超えた？予想超えた？入んないじゃない？入んないかなと思うんですけど、皆さんどうですか？入んないだと思うんですけどね。まあ、200万ぐらいはね、やっぱり4000万ぐらいの車だったら貼ってもいいよね。そうですね。うん、なんで、まあ、やっぱりその車両価格に対してのパーセンテージっていうのは、はい、まあ、すごく大事かなと思いますので、はい、やっぱり500万とか1000万の車でやるっていう方はちょっと少ないですね。なるほどね、はい、なるほど。なんとなく仕事は分かってきましたよ。じゃあそしたらですね、社長が思い出に残る仕事をちょっとお伺いしようか。思い出に残る仕事、はい、なるほど、この仕事面白かったなとか、あの YouTube にも出してる動画 の, あのネタで一つあるのが、まあ、我々あのここのお店で会員制で経営させていただいてるんですけれども、なのでお客様とすごく距離が近いことが多いんですね。で一度面白かったのが、お客様から車買いたいという相談がありまして、ここであ、そうです、あの、まあ、なんか車欲しいんだけどっていうご相談をよくいただくんですね。あ、なるほど。お客さんなんですね。もう元から元からお客さんです。あ、なるほど、はい、で 何を買えばいいだろうかっていう相談からいただいて、でじゃあこれがいいんじゃないですか、でこの車だったらここにこれがありますよとかってアテンドも全部させていただくんですけど、まあ、それで買っていただいたフェラーリがあったんですね。で、買っていただいて、まあ、ご納車日が決まりました。でなったら、その時にあの何月何日に納車になったんで取りに来てくれと言われまして、うん、で、あ、分かりましたということで、うん、まあ、何するか全く決まってないんですけど、とりあえず来いと言われたのでトラックを引いてですね、うん、お伺いをさせていただきまして、うん、でその場でお預かりをさせていただいたんですけど、うん、さて何しましょうかと、おうまだ何をするか全く決まってないんですね。どうしましょうか今回っていうので、まあ、普通は何か決めてオーダーをいただくと思うんですけど、うん、全く決まってないんですね、うん、でまあ、分かんないけどなんかかっこよくしといてと言われまして、うんうんうん、あ、じゃあなんか
プレゼンしますということで、うん、まあ、一旦車と持ち帰りをさせていただいて、うんうん、あのご本人のまあ何ていうんですかね、お好みも大体は把握してますので、うんうん、こういうのが好きなんじゃないのかなっていうのを、うん、まあ、ご提案させていただいてます、うんうん、まあ、その時はプロテクションの前面を貼らせていただいて、うん、プラスアルファラッピングでこうちょっとお化粧するという感じにしたんですけど、うん、まあ、金額でいうとやっぱり200万超えるぐらいの内容ですね、うんうん、でそれでこんなんでどうでしょうかという形でご提案させていただいて、うんうん、こんなはどうやってそれはデジタルでなんていうんですか、イメージをお作りさせていただいて、るんですね、そうですそうです、はい、まあ、これもシミュレーターなんですけど、はい、すごい、ここまでイメージが作れるんです、こんなのどうですかって言えるんですか、そうですそうです、かっこいい、そうなんだ今、で画像とかでお見せさせていただいて、はい、あ、いいじゃん、これかっこいい、これでいこうみたいな、うん、で金額これですけど大丈夫ですかって後出しして、うん、あ、OKOK、うん、っていうので、進めさせていただいて、でそれすごくかっこよかったんですけど、うん、YouTube に上げたらやっぱりすごく好評で、うん、それを見て自分もやりたいと F8 を持ってきて、うん、F8 だったんですけど、うん、持ってきていただいたオーナー様多分10人はいらっしゃると思います、そうですか、なのでまあ何やるか決まってないですけど、最終的にはまあご提案させていただいて、はい、喜んでいただけたので、うん、まあ、結構やりがいがある仕事だったかなと、面白い、なるほど、いやー、そう今だけどこんなに仕事が詰まってると、はい、じゃあ新たにすいません、うちの私の車やりたいって言ってもすぐできないですよね、そうですね、大体今で3ヶ月ぐらいはご予約をいただいているので、おーすごい、その先でお案内を、3ヶ月、はいはい、新しくじゃあやりたい、こちらでやりたいってカールでやりたいって言った場合にはどうしたらいいですか、まずはですね、はい、ちょっとお手数なんですが、はい、ご来店を一番最初いただきまして、ここそうです、ここにご来店、世田谷用が、はい、みんな頑張って登場に来てくださいね、はい、はい、でご来店いただきまして、はい、でまあ、用紙書いていただいたりとか、はい、まあ、所定の一応審査みたいなものがあるんですけど、はい、まあ、いろいろこう手続きを踏みましてご登録をいただくという形になります、はい、でそこから、まあ、実際のお車に対してお見積もりであったりとか、はいはい、お打ち合わせをさせていただいて、はい、内容を決めさせていただく、その時は車持ってきた方がいいですか、いや、お打ち合わせの時は大丈夫です、大丈夫でも、はいはい、シミュレーターもありますし、はい、大概の車はですね、施工の経験もありますので、はいはいはい、実際の弊社が持ってるお写真とか、はい、そういうものを使って、はい、まあ、ご提案させていただくということができます、それでじゃあどうしたらいいですか、取りに来ていただけるんですか、はい、ご自宅にお一人に伺わせていただきます、どの辺の範囲まで、基本的にはですね、はい、まあ、東京近辺ということになるので、はいはい、まあ、内容とかにもよるんですけど、うん、ご遠方の方は基本、うん、まあ、別途料金で陸送費を払っていただいて、うん、取りに行かせていただくか、うん、お客様によっては持ってこられる方もいらっしゃいます、なるほど、はい、まあ、まあ関東近県ぐらいだったらなんとか、そうですそうです、はい、ですか、ね、まあ、千葉とか埼玉とか、千葉埼玉、そうですね、神奈川とかその辺だったら大丈夫です、だったら大丈夫かなっていう、はい、で、取りに行く、じゃあその取りに来てもらう日にちも初日に決められそうなんですか、あ、そうですね、まあ、3ヶ月4ヶ月先になりますと、うん、そのまあ、弊社のお客様が新車が多いんですよ、うん、でそうすると大体3、4ヶ月前に、うん、納車日がなんとなく決まった時にご相談いただくんです、なるほど、はい、新車の納車日が先に見えたところでもこちらの方に来てですね、ラッピングしたいとかフィルム貼りたいとかもう言っちゃうんですね、そうです、そういうことなんですね、そうなんです、じゃあそれで納車しました、そして取りに来ていただく、どのぐらいの施工の日数なんですか、大体どの車も全面施工させていただくと、うん、はい、まあ、1週間から10日ぐらいです、1週間から10日、はい、で元に戻ってくるということなんですね、はい、なるほど、そういう感じなんですね、あ、わかりました、この色はこれはすごい限定色です、見たことないような色でも綺麗だね、これカーボンもただの黒だと面白くないんで、うん、グリーンカーボンを入れてらっしゃると思う、あるかな、オプションで普通の黒のカーボンよりこっちの方が高いんですよね、多分ここだけで何百万すると思います、